見てもね、うん、やっぱり いいね本当に美しい、美しさってのはやっぱり切り出せるんですよね、こう。わかります、切り出せる、はい、切り出せる、はい、かけらとして見ればこう価値のないかもしれないけど、うん、やっぱりここに美しさっていうのは感じれるわけで、その先に作った人がいて、ね、うんうん、やっぱり苦労して作ってるなっていうのが見て取れてくると、うんうんうん、実際こんな楽しいことはないですね。ない、本当です、はい、どれが好きですか。小さい世界だけどね、うん、こんな博物館にあったらもうすごいことになる。それがギュッとここに凝縮されてるわけだから、さまざまな志野の志野って一概に言ってもいろんな、どれが栄一郎さん好きですかって言われたけどそれぐらいバリエーションがある。はい、皆さんこんにちは。初めて顔を出します。今日は3月11日月曜日です。特別ゲストをお迎えしております。今日は古美術陶芸、古美術のお話、日本の陶片コレクター第一人者です、栄一郎さん。栄一郎です、よろしくお願いします。すいません、はい、顔は僕出せません。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつも謙虚でね、もう実際これ栄一郎さん持ってきた陶片ですけど、ほんの一部、もうねそうやって遠慮されるけど、もう間違いなくね、いいもんばっか持ってみる、たくさん持ってみる。で、陶片でね、どうやろうね、普段みんな見ないようなとこをこう追求する、インスタグラムでねずっと長い間投稿してみます。毎日やってみる。いやいや、気が向いたら、気が向いた、うん、そんなネタもないし。まあこの今回市のネズミ市の、これネズミ市のやもんね、うん、市のばっかり、もうピンのやつばっかりですね。そうですね、上がりのいい市のっていうことで、うんうんうん、まあ、僕が死ぬまで枕元に置こうというそういう趣旨で、うんうん、いいのだけ選びました、うんうんうん、希少性とかそういうことも含めて、そうですね、まあ、こんな感じです。やっぱり持ってるものっていつか散逸しちゃうわけで、はいはい、これは最後まで持ってるぞっていう意味を込めて、あ、はい、集めたものですというか、セレクトしたものです、はい、うんうんうん、なるほどね、はい、僕なんかいつもねこのコンテナにぐっちゃぐちゃに入れてさ、もう何十年この状態なんやって、うん、何も片付けあ、こんなやつあったんやって、たまに自分で発掘するぐらいさ、まあ、マジタ君は作動のための道具だったから、そうやね、うん、もういつも勉強の糧、これが指標っていうか自分の中の、 基準となるものっていうか、憧れとか、目指すところ、終着点がここにあるっていうので、ここに沿う形でもあり、何やろう、共にここから外れることがないっていうかね、もうずっとここに一緒にいて、釉薬の調合って調石の合わせ、釉薬の濃さとか、そういうのはいつも考えながらやってました。でそれは豊蔵が原点というかね、まあ、東九郎豊蔵はもうクリエイターなわけで、それ以前ってその技法も何もなかったもんね、うん、これが最高の焼き上がりやっていう、その基準も、うん、その、うん、売り立てから始まる社会にね報酬される時代あるじゃないですか、うん、あそこら辺からその志野のヒーローの美とか認識され始めたんですかね。ですよね、身の物自体が出てくるのがかなり遅いんで、その中でどれがいいっていう話になると、うんうんうん、やっぱり大名家に伝わっていいもの、うん、大名家、最初はそういう、うん、そんな感じでいいもの悪いものっていうのが分かれてきて、うんうん、それがこう昭和になって掘られて、うん、こう選べるようになったわけです、はい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 、自分の好みをね、はい、まあ、陶片だけど、うん、
でそれを、まあ、材料がこれで、うん、まあ、逆に言えばその好き嫌いなんで、うん、前田君はどれが好きですか、うん、っていうそういう話もこうやってできる、うん、ね、というのは本当に幸せだなと思います、ね、はい、でまたこういう人がねもっといっぱい、そうなんて話ができる人がいるっていうのは幸せね。いなくなったら本当寂しいで、もっとたくさんの人にね、うん、でね、やっぱりこう一つの陶片見てもね、うん、やっぱり いいね本当に美しさってのはやっぱり切り出せるんですよね、こう。わかります、切り出せる、はい、切り出せる、ね、はい、かけらとして見ればこう価値のないかもしれないけど、やっぱりここに美しさっていうのは感じれるわけ でその先に作った人がいて、ね、うんうん、やっぱり苦労して作ってるなっていうのが見て取れてくると、うんうんうん、実際こんな楽しいことはないですね。ない、本当です、はい、どれが好きですか。小さい世界だけどね、うん、こんな博物館にあったらもうすごいことになる。それがギュッとここに凝縮されてるわけだから、さまざまな志野の志野って一概に言ってもいろんな、どれが江城さん好きですかって言われたけどそれぐらいバリエーションがある。どれが好き、まあ、これかな、うん、これ音楽系だよな、これちょっとこれ卑怯なぐらいっていうか、そうそうそうちょっとインチキだよねこれ ね狙ってるもんねこれ、これね面白いんですよ。この釉薬をつけてから、うん、これ拭ってね、すごい、うん、そんな技術あるんですね。そうそうそう、うん、わざと拭ってここを薄くして火色が出るように最初から狙ってるんです、うん、そうそう、これ反則的にね、悪魔的にこれいやらしいと思うんで、うん、本当にあの死の末期かな、末期に近いぐらい の、うんうん、その赤色をいかに出そうとした、うん、そういう時代のもんですね。もうインチキだよねこの辺なんかね、本当にいい色が出て、ね、うん、大抵ね外側が釉薬ちょっと薄いんです。で中めっちゃ濃いっていうタイプが多いかな、桃山。やっぱり冷めるとき、冷めるときに色が出るらしいんで、冷めるときです、はい。でね、そう、やっぱ外側、東プロもやってるし、僕も普通に釉薬かけて、うん、まだたらーっと水分が釉薬に残ったときに拭う、サラサラと拭うわけです。なるほど。でもうこうやってやったらもうスーッと生地に水分が含まれて、釉薬は硬くなっていくので、もうその時はもう何も触れない。で生地の水分が抜けてから触ることはできる、軍手とかサンドペーパーとかで釉を薄くすることはできる、サンドペーパーとかで。でこういう赤くなるよってこと。うん、そうそうそう、うん、薄くなって火色が出やすい状態になる。あとは当時の工房の、うん、桃山時代のその窯の工場ってどんな感じやったのかわからんけど、掘ったて小屋だったのか立派な工場みたいな屋根付きのものが壁があったのか、工場の環境ね、軒下にこれをずっと、うん、何ていうの、天日干しとか、うん、まあ溜めておいたら雨風で結構浮かれちゃうね、釉薬風化じゃないですけど、自然で言えば風化、うん、雨風で、ね、流れちゃう、流れたり、うん、カサカサと飛んだりする、そういうこともあったかもしれない。でも、ね、やっぱりね大事にされてたと思いますよ。これなんかね、うん、元屋敷なんですけど、裏にやっぱりこういう、あ、いい色だねこれも、裏にこういう線があるんですよね、うん、これ何かっていうと、釉薬かけた時にこの藁の上に、うん、溶着しないように藁の上にそっと置いた、そういう跡が残ってる。そう、うん、やはりねそれなりにね大事にされたんだと思います。はい、こういうとこからいいでしょうこれ、これ、うん、だからこれ釉薬かけて、うん、こんなテーブル、こんなところに置けないんですよ、うん、置いたら今度取れんくなっちゃうから。あ、そうやね。でそういう藁とかを引く。うわ、これもそうやね、中は薄濃い、うん、外が薄い、外が薄い、外が黄色出てるよね、うん、別にこれ狙ったわけ
じゃないんですよね、元屋敷で。うん、これはね、元屋敷としては失敗作じゃない。大平でもこういうやつやってるけどね、うん、あ、これ鉄やるな、ここに、ね、うん、面白いね。うん、多分足ないタイプやね、うん、足ないタイプですね。このぐらいかな、うん、このぐらい の、 あの向こう付けというか皿、角皿になるかな、うん、で焼くときにどうやって置いたんですか。足がないっていう、これどっちの後、うん、がでっかい団子、なるほど、ことですね。でどれがお好みですか。これはやっぱさっき言ったよね、あと、ね、豊蔵の肌も、豊蔵もこういうところ目指してたんかなとか思うけど、うん、僕はねこれかこれが好きかな。これくじり系だと思うんだけど、まあ多分元屋敷いいと思うんだけど、鉄の強い、この鉄製のこの酸素を求めてその上に、うん、ね、湧き上がったような鉄製の青、うん、茶色、うん、これがちょっと官能的ですしですね、はい、これもそうです。やっぱりこうくじり系ってやっぱ作りがいい、土が良くて、うん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 、作りもいいというか薄くて、うん、やっぱ高級志向、うんうんうん、でしかもこれだけこう火色を出そうとしてないのにこれだけ赤い、ね、よく焼けてる。これ本当にいい作品だと思います、うんうん、こういうのが欲しいですね、うんうん、まあ、なかなか、まあ、あったら名品だと思いますけど。そうやね、うん、だから英次郎さんがよく言うその桃山塔の中でもピンからまあキリまでって、あの高級路線で制作されたそういう、うん、市場の求めるものとちょっと落ちるもの落ちるものっていろいろあると思うんですよ、はい、実際そういうのをこういうのでなんとなく感じると、うんうん、まあ、ただ焼き上がりのいいものばっかりなんでちょっと比べにくいんだけど、まあまあいい、まあね、いいものばっかりだから。これなんかもう火色が出てない、薬も透明、鉄絵は黒い、そういう焼き上がりで、ね、裏も表も篠の織別か篠のかとかね、うん、そんなような、あ、これ一応篠の、篠のなんだけど、あのよく焼けて、うんうん、これは酸化かな、酸化、うん、酸化気味、酸化気味のより、はい、まあ、こうやって透明に焼けちゃって、まあ、味も素っ気もないというか、割とこういうやつ多いんですけど、おいおいおい、うん、こういうのが多いですね。こっちのが少ないです。こっちだよね、うん、ほとんど火色出てない、うん、ね、でこういうのに比べてやっぱりこちらのものっていうのはその人肌で、まあ、ちょっと肌磨かってて赤っぽくて、まあ、よく焼けてこう透明油でもちょっと 乳白色みたいな感じでこう味がある、黄色がほとんど出てなくてもなんか柔らかく感じる、そういった魅力があります。これはやっぱ好きですね。この辺はなかなか、なかなかないし、この手のもので電製品だとね高くて買えないんで、ちょっと桁が違ってくる、うん、電製品でこんなの本当に ないちゃいちゃかんけど、まあ、あるけど、あるけどこれなんですか。これ天国みたいな、向こう漬け、これ向こう漬け、あ、うん、ネズミシノの、うん、すごいな、うん、この辺後で分けて少し一つずつやろうか、うん、ね、あのシノはシノ、ベニはベニ、ネズミはネズミで分けて説明しようか。そうですね、じゃあここで一旦次に続きます。